日はスノーマンの MV についてジャーニーさんが話すみたい。私は青森に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。今更ながらスノーマンの MV が酷評されてるわね。誰に？関わった編集部と制作部よ。ダンスが下手で歌が上手くない人たちをそれなりに見せるのは技術がいるからね。ファースト3の DD は岩本が爆中できなくて何度も練習した結果 CG にしたのよ。あれは CG なんだ。練習が面倒だね。岩本はスノーマンで唯一振りを覚えられないメンバーだから苦労したわよ。それで活動できるって逆にメンタルすごいね。それに DD は MV では珍しくカット数が235カットもあるの。お、長回しをすると荒が目立つからね。ファースト2の決戦前リップスは岩本が収録前に腰を痛めて椅子を使った演出に切り替えろっていうのよ。あの違和感のある椅子の演出はそういうことだったんだ。そうよ、これまで撮影がうまく進むことなんてなかったのよ。スタッフが文句言いたくなるよね。あの MV は犬が一番お利口さんで使いやすかったわ。犬に負けるってどうなの？ファースト1のシークレットタッチはメンバーを着席させてダンスシーンはできるだけ引きにして代役を使ったんだよ。2023年はメンバーの入れ替えオーディションをした方がいいよ。いい子が来てくれるかしら。エントリーさせていただきます。